戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからヘルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月？どういうことだ？多分紋章機の翼と関係があると思うわ。あの翼か。あれは一体何なのだ。リミッターを解除した姿。紋章機本来の姿と言っていいよね。多分エルシオールも同じだと思うわ。うん、だとすると少々厄介なことになりそう。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかしあの5人にノアの紋章機を使いこなせるかな。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のためあの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、誤った真似だけはする。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。いや、私が広告から追放された時も、それ以降も私の忠実な部下でいてくれ、今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたき幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。白き月と紋章機、そしてエルシオールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容でな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト巡将、
艦隊の再編はどうなってますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも周辺の兵力の集結にもまだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなのですが、しかしハーゴも惑星ドームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこなら。あるいは、惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト巡将。時に書くとよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があったな。軍の施設や官邸に侵入した者がいるらしい。妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのじゃ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそう。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。どうやら出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。
ーステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。から連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマン諸財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛に通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマン氏と申します。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っておりますからな。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、王国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマン氏も共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構、時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つもよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなか通して歯ごたえがありそうだ。
いや、こちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。どっと疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。やあタクト、あんたも食事かい？奇遇というよりお互い暇ってことだろ。補給中はこれといってすることもないわけだし。まあ、私らが暇なのは悪いことじゃないさ。とりあえず暇人同士一緒に食うかい？で、またまたランファがミルフィーの強運に巻き込まれたってわけさ。なんかいいね、こういうの。違うよ、こうやってゆったりのんびりしてることがさ。まあ、まだ気を抜くわけにはいかないけどね。本番はこれからなんだからさ。補給が終了しました。これより本艦は惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、至急ブリッジにお戻りください。ぼやかない、ぼやかない。お仕事の時間ですよ、司令官殿。